今日はこれから旦那さんがね、セントレアの空港に到着します。なので迎えに行ってこようと思います。あいにくの台風なんですけど、まあなんとか行けそうです。韓国へ旅行される方におすすめするお土産です。スターバックスのこのキーホルダー500円なんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、キーホルダーとか車のキーに私はつけています。色がねとっても可愛くて、結構いろんな色があるし、クリスマスはクリスマスバージョンとかが出ます。私も小学生のね姪っ子ちゃんにあげたんですけど、気に入ってた、可愛いって言って気に入ってました。カーキ色のズボンを履いてたら子供たちが変だよって言われて、この白に変えました。子供たちもね、いろいろ服とかね、これそれなんかおかしいよとか言ってくれる年齢になったのでありがたいですね。なんかね、ダボっとしたグレーカーキのズボンを履いてたんですけど、太すぎてお母さん合わないよって言われました。これ可愛いなと思って、私これも GoTo モールで買いました。ソウルの GoTo モールです。おもちゃみたいだけど気に入ってます。ありました、リカちゃん。キャラメルマキアート、パイン、下のは何？ゼリーと、私はアメリカのソーダ味と、お母さんブルーベリーのベーグル買いました。買ってきたか、自分のタバコ。もうちょっとお土産ないの？これない？全部タバコ。台風ですけど、無事に家に帰ってこれました。台風の時期の飛行機っていうのはやっぱり気が気じゃないですよね。最後の最後まで空港の上のね、空でね、1時間ぐらいね、降りるか降りないかっていう感じでぐる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 飛行機ね、旋回していたようです。でもね、奈々さん降りてくれってね願ってたようですけど、やっと降りれたようです。なので1時間遅れでね到着しました。空港でブラブラしてたのでお菓子とか買ってしまいました。これなんて言うんですか、リサだったっけ、ガスパードリサ、ちょっと詳しく知らないんですけど、日本でよくこのキャラクター見ますよね。海外のキャラクターかな、可愛かったのでクッキー買いました。バターサンドです。あとこれの箱バージョン、これはお人にあげたりするバージョンかもしれません。本の形になっているので可愛いなと思って買いました。ピンクと水色って可愛いですよね。あとこれユニクロがね、セントレアの中にはユニクロがあるんですけど、ユニクロって私ね、ほとんど行かないんですよ。ユニクロの服ってほとんど持ってなくって、なぜなら私カラフルが好きだから、ユニクロ行くとあまりね、色とかが派手じゃないでしょ。でも日本にいるからユニクロたくさん着るようになるかもしれませんね。S サイズ、これ実は私じゃなくって次男に買いました。学校に着てくように白い T シャツです。次男もねすごいね体格がいいんですよ。多分ね背も高いし、体ががっしりと肩幅してるので S サイズでちょうどいいと思います。エアリズムのコットン T シャツです。ただこれね買ってすごい手触りいいから買ったんですけど、色も可愛いし、家に帰ってきて思ったんですけど、
日本って朝すっごい登下校に集団登校とかで歩くじゃないですか。めっちゃくちゃ汗かいて汗じみがすごいできるのかなと思って心配なんですけど、これ着たことある人汗じみどうでしょう。もうちょっと涼しくなってから着せる方がいいかなとも思います。ユニクロ、日本に来てから初めてのユニクロのお買い物でした。これからどうだろう、ユニクロ買い物行こうかな。韓国に行った時もユニクロあったんですけど、なかなかね、そんなにお手頃でもないし、色とかがね、私の好みじゃなかったんですけど、こういったベージュ系は可愛いですよね。また日本のブランドもいろいろ試してきたいと思います。空港から降りたね、旦那さんのね、免税店の袋にはね、私たちのプレゼントは全く入ってなくって、香水の一つぐらいね、買ってきてくれるのかなと思ったんですけど、なかったですね。ただ、スーツケースの中に韓国で買ったね、私へのお土産もあるみたいなので、後で、スーツケース開けてみようと思います。今日は空港行ってね、旦那さんも、何時間も飛行機でちょっと疲れたので、温かいお風呂を用意してゆっくりみんなで過ごしたいと思います。また、お土産動画は別で撮ろうと思います。では今日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。